エクセントリックカノンは、大阪府豊中市出身の詩人、クリエイター。カノン、ファー名義で2002年3月15日、文芸者より、Can you Find Your Heaven で、詩人、ライター、フォトグラファーとしてデビュー。登山作家で、遥かなる、熊野、赤月木の旅路の著者、林賢治はおじにあたり、エクセントリックカノンの3年後に、作家デビューしている。同郷で、劇団、 東海時代の友人であった花菜花子の誘いで参加した当時渦政の正の照明監督のホームパーティーの席で当時 CM プランナー、コピーライター、作詞、演出などを手掛けていたディレクター、藤熊敦氏にデビュー作が目に留まり2003年2月に読売テレビ50周年記念企画番組トヨタマホのフォトエッセイ、記憶色のと 京都時空を超えた旅人で、厚生作家デビュー、京都の情報番組脚本制作に携わる。2006年4月、ジュスカ・グランペールのジプシーダンスの京都、三条、鴨川にて撮影された、PV 参加、2006年11月、花の花子と共に、夢と、京都10周年記念テーマソング、明日につなぐ系の夢の作詞、作曲、レコーディング参加、2011年には、 藤熊厚史と共に CM ソング制作に参加するなど、音楽活動にも携わる。2006年12月、吉井春樹とのポストカードコラボ作品、ラブ歌で優秀賞を受賞。吉井春樹が写真を、エクセントリックカノンが詩を担当した。この頃にカノン、ファーから、詩人名を変更している。2007年9月、コンセントの穴に詩人として参加。 2013年5月出版のノーリーズンではカバーデザイン制作でも携わる。花菜花子もエクセントリックカノンの誘いでこのプロジェクトに参加している。2009年5月、花菜花子と共に女優として香港日本合作映画新宿インシデント出演。2009年11月、写真家保育集写真集100冊プロジェクトに花菜花子と共にモデルとして参加。 2010年4月には、大阪港カーゾにて開催された保育集車新展にて、花の花子と共に、モデル作品が展示された。2013年3月18日より、九条のシネヌーボにて、港健次郎共同脚本制作協力で花の花子と共に携わった、映画、明日天使になれが公開。脚本中の関西弁の構成に携わった。 2013年7月より映画母ちゃんに送る歌の脚本補助、撮影スタッフ、女優、広報担当として参加。2017年より中日ドラゴンズ、大野雄大選手講演会。2018年より福岡ソフトバンクホークス、今宮健太選手講演会への画像提供協力と写真分野へも活動の場を広げている。ありがとうございます。